日本語能力試験 N1 問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。交番で男の人が話しています。男の人はこの後すぐ何をしますか？財布を落としてしまったみたいなんですが。財布ですか？なくなったのに気づいたのはいつですか？昨日仕事の帰りにみんなで食事をして、その時はあったんです。その後、みんなと別れて電車に乗って、家に帰ったら見当たらなくて。そうですか。では、紛失届の書類を作りますから、こちらに記入してください。財布の中身は？現金は2万とちょっと。あとはカードですね。カード会社に連絡しましたか？いえ、まだです。じゃあ、書類を書くよりそちらを先にしてください。カードを悪用されたら大変ですから。あ、そうですね。わかりました。それと、後で駅にも届けておいてください。念のため、食事をしたお店にも確認してみた方がいいですよ。はい、わかりました。男の人は、この後すぐ何をしますか？2番。部長と女子社員が話しています。女の人はどこを直しますか？部長、来週の会議で発表する企画書の原稿ですが、見ていただけましたでしょうか？ああ、なかなかよくできていたよ。要領よく短時間で説明するように気をつけてね。はい。あと、資料の方ね。欲を言えばだけど、見ている人の視点が分散しないように、一番注目してもらいたいところを強調するようにするといいよ。文章もあまり長くしないで。はい。では、急激な変化がわかるようなグラフですね。そうだね。もっと目立たせてもいいね。文章はどうしてもこのくらい必要になってしまうんですが、よろしいでしょうか？ああ、まあ、これくらいならいいだろう。わかりました。では、すぐに直します。女の人はどこを直しますか？3番。画家と絵画教室の事務員が話しています。絵はどこに描けますか？先生の作品を教室に展示させていただきたいんですが、教室の前の壁、ホワイトボードの横でよろしいでしょうか？いや、それだと生徒さんの注意がそちらに向いてしまうよ。後ろはどうかな？教室の後ろには棚がありまして。じゃあ、左右の壁どちらかは？左は全面窓なので、右側ということになりますが。窓の向かい側か。絵に直射日光が当たるのは避けたいな。あ、そうですね。では、やっぱり前の方が。でもな。後ろの棚は高いんですか？棚の上にスペースがあれば、その上でもいいですよ。はあ、棚は高いので、ちょっとそれは。でも、棚を端の方へ移動させれば、スペースができると思います。ああ、そうですか。じゃあ、それでお願いします。絵はどこに描けますか？4番。男の人が電話でチケット会社の人と話しています。男の人はこの後すぐ何をしますか？ネットチケットサービスのチケネットでございます。ご利用ありがとうございます。ミュージカルのチケットが取れたというメールが来たんですが、チケットはどこに取りに行けばいいんでしょうか。ちょっとよくわからなくて。はい。チケットはお近くのコンビニでお受け取りいただけますが、チケットのお渡しはご入金確認後になります。あ、そうなんですか。はい。メールが振込表になっておりますので、それを印刷してコンビニにお持ちになり、チケット代金をお支払いください。コンビニならどこでもいいんですか？はい、大丈夫です。ご入金が確認できましたら、再びこちらからメールでご連絡を差し上げます。それからチケットを取りに行くんですね。はい。確認メールにはご予約番号が書かれていますので、その番号をメモしておいてください。チケット受け取りの際に必要になりますので。はい、わかりました。ありがとうございました。男の人はこの後すぐ何をしますか？5番、大学の研究室で教授と助手が話しています。男の人がすることは何ですか？先生、ちょっと困ったことが。はい、どうしたの？実は研究発表会の資料集の印刷が遅れているんです。え？印刷に回したって言ってたじゃない。はあ、実は山本先生からまだ原稿が届いてなくて、印刷所には待ってもらってるんです。ああ、山本先生いつも遅いのよね。催促の電話はしたの？ええ、遅くとも今日の午前中までにいただきたいってお願いしたんですが。まだ届いてないってわけね。すぐに先生に電話して。ええ、でもこの1週間毎日お電話してるんですよ。そう、困るわね。じゃあ電話は私がするわ。先生のお返事次第では、そのページだけお断りの文を入れて印刷しなければならないかもしれないから、あなたはその準備をしておいて。はい、わかりました。男の人がすることは何ですか？問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番、会社の同僚が話しています。男の人は、どうして字が読めないのですか？これ読めます？細かい字が見にくくなってきたんですね。メガネかけた方がいいですよ。そんなんじゃないですよ。これ、なんて読むと思います？この漢字。これですか？全額じゃない、金。ああ、金額ですよ。金額か。じゃあこれは？書類を作るように部長にコピーを渡されたんですけど、かすれてて読めないんですよ。昨日から調子悪いんですよ、あのコピー。それに、もともと部長は字が汚いですからね。しかし、こんな汚いコピーで外部に提出するもの、大丈夫なんですかね？そういうのは、もう一台の方でやってますから、大丈夫ですよ。男の人は、どうして字が読めないのですか？2番、女の人と男の人が話しています。男の人はどうして引っ越しますか？和田さん、お引越しなさるそうですね。そうなんです。海の近くへね。いいところですよ。海ですか？ああ、和田さん、釣りがご趣味だから。いえいえ、趣味のためなんかでわざわざ通勤に片道2時間もかかるところへ引っ越したりしませんよ。片道2時間も？じゃあ、どうしてですか？ああ、そういえば、お子さんが病気がちだとかおっしゃってましたよね。それでですか？いや、実は、妻の勤め先が変わるんですよ。妻は、やりがいのある仕事ができるって喜んでいて。まあ、空気のいいところですから、息子の体にもいいと思ってるんですが。そうですか。でも、2時間なんて大変ですね。そうですけど、家族はやっぱり一緒にいるべきでしょ。私の実家にも近いので、両親も喜んでますよ。男の人はどうして引っ越しますか？3番。会社で社長と女子社員が話しています。社長はどう考えていますか？沢田君、君の言ってた事業拡大の計画だけどね、あれ進めてみたらどうだい？しかし社長、今は不景気ですし、時期が悪いのではありませんか？こういう時代だからこそやってみる価値があるんだよ。もちろん君だけに責任を押し付けたりはしないよ。分かっておりますが、短期間ではっきりした成果が出せるかどうか。事業というものはそういうものだよ。まあ、私の在任中に成功とはいかないまでも、目処ぐらい立ててほしいがね。はあ、しかし、もし失敗したら、会社に与える損害は多大なものになりますし。そうなったら中止するまでのことだよ。挑戦なくして成功はないよ。はい、おっしゃる通りですが。自信がないというなら、無理にとは言わないが。いいえ、チャンスをいただけるんですから、ぜひやらせていただきます。社長はどう考えていますか？4番。女の人と男の人が話しています。2人は何に気をつけようと言っていますか？今日ね、歩いてたら後ろの人が急に大声で話し出してびっくりしちゃった。この頃変なやつが多いからな。そうじゃなくて携帯電話よ。ああ、僕も経験あるよ。夜暗い公園のところで女の人が叫ぶような声がしてさ、電話の相手と喧嘩してたみたいなんだよね。へえ、そりゃ驚くよね。っていうより呆れたよ。こっちは強盗かなんかだと思って身構えたのに。電話してる時って話に熱中してて、周りの人のことなんか気にしてないのよ。うん、まあ人のことばっかり言えないけどね。大声は出さないまでも携帯で話すのに夢中になってて、気がついたら周りの人がこっちをじろじろ見てたことがあったんだ。そっか。お互い気をつけなきゃね。2人は何に気をつけようと言っていますか？5番。女の人がレストランに電話をしています。女の人はいつレストランへ行きますか？来週の月曜日の6時に5人で予約している木村ですが、1人行けなくなったので日にちを変更したいんですが。はい、ありがとうございます。木村様、いつがよろしいでしょうか？火曜日はお休みでしたよね。だから来週の水曜日にお願いできますか？申し訳ございません。当店は火曜日が祝日の場合、火曜日は営業いたしまして、翌水曜が振り替え休日になります。え？ああ、来週の火曜は祝日なんですね。はい、申し訳ございません。そうですか。火曜は3人がダメだし、木曜以降はみんなの予定がバラバラだし、じゃあ彼女一人に我慢してもらうのが一番いいかな。すみません。じゃあそのままで。はい、かしこまりました。女の人はいつレストランへ行きますか？6番。大学で学生が話しています。どうして大野くんは人気があるのですか？ねえ、大野って最近急に女子にモテ始めた気がするんだけど。大野くん？ああ、先月ゼミでキャンプに行ったんだけど、あれ以来大人気なんだ。へえ、キャンプで何かあったの？大野くん、頼りになるもん。頼りに？大野が？ゼミではリーダーシップ発揮してるとか。大野くんはどちらかというと無口な方だし、そんな積極的なタイプじゃないよ。でもね、キャンプでマッチ忘れてみんなが困ってたら、大野くんが木をすり合わせて火をつけてくれたのよ。それにご飯炊くのも上手なの。なんだよそれ、単に器用なだけじゃないか。器用とか不器用とかじゃなくって、トラブルがあっても慌てずに対処するってところがかっこいいのよ。いざという時、人間の本当の価値がわかるのよね。どうして大野くんは人気があるのですか？ここでちょっと休みましょう。ではまた続けます。問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。1番。テレビで女の人が話しています。今日も視聴者の方にお子様のお弁当の写真を送っていただいています。どれも可愛いお弁当ですね。あ、こちらはアニメのキャラクターになってるんですね。お弁当は栄養のバランスを考えることももちろん大切ですが、こういう工夫をすると子供は喜んで食べてくれますよね。これがお弁当の大切なところなんです。別に凝ったものを作れというわけではありません。親が自分のことを考え、自分のためだけに作ってくれたんだと子供が感じることが大切なんです。そこに子供は親の愛情を感じるわけです。人間の基本的な欲求である食べるということを通じ、子供はいろいろなことを感じ、学んでいくものです。女の人の言いたいことは何ですか？ 1、親は子供に食べることの大切さを教えるべきだ。 2、子供のことを思いながらお弁当を作ると良い。 3、毎日かわいいお弁当を作らなくてはならない。 4、お弁当は栄養のバランスを一番に考えるべきだ。2番、ニュースを聞いています。15日、千葉県松戸市のコンビニエンスストアで拳銃を持った男が現金数十万円を奪って逃走した事件で、今日未明、男が乗り捨てたと思われるオートバイが千葉市内で見つかりました。発見されたオートバイは白い 250cc の中型バイクで、その特徴が目撃者の証言と一致することから、ほぼ男が乗り捨てたものに間違いないということです。警察では引き続き男の行方を追っています。どんな内容のニュースですか？ 1、コンビニに強盗が入った。 2、コンビニ強盗がオートバイで逃走した。 3、コンビニ強盗のオートバイが見つかった。 4、コンビニ強盗が千葉市内で捕まった。3番、会社員の男の人が話しています。最近の若い人は仕事や会社での人間関係より自分の利益やプライベートを大切にするってよく聞きますよね。実際私も周りの若い社員を見てそんな印象を持っていました。ですが最近ある調査の結果を見て考えを改めました。20代のサラリーマンを対象にした調査で、仕事を通じて叶えたい夢があるという人が 63.5% もいるんですね。これは2年連続で増加していて、条件が良ければ転職する方が得だと考えている人は去年より減っているんだそうです。また、自分の仕事の成果を高めるよりも職場の人間関係を重視するという人が 93.8% もいるのは驚きました。男の人は今どんな気持ちですか？ 1、若い人のことを見直した。 2、若い人はやっぱりダメだ。 3、若い人は仕事に向いていない。 4、若い人の考え方は認められない。4番、大学の授業で先生が話しています。最近、犯罪の低年齢化が問題になっています。これはテレビやゲームの影響だという意見があります。テレビやゲームの空想の世界と現実との差がなくなり、善悪の判断がつかなくなってきているというわけです。一方、家庭のしつけに問題があるという意見もあります。実際、受験戦争のために、親の関心が子どもの成績に向くあまり、しつけがおろそかになっているという指摘もあります。しかし、どちらにしろ、そういう子どもたちに共通しているのは想像力の欠如です。自分の行動がどういう結果を生むか考えられない子どもが増えていることが問題なのです。授業のテーマは何ですか？1、最近の家庭のしつけ。2、受験戦争の影響。3、テレビやゲームの問題点。4、犯罪の低年齢化の原因。5番、女の人がスピーチをしています。日本には郷に行っては郷に従えということわざがあります。習慣は土地によって違うから、その土地に行ったらそこのものに従えという意味です。私は1年留学していましたが、留学先ではその国の習慣を知るのに夢中でした。こういう時どうするの？それはどんな意味があるの？と聞きまくりました。私の質問にみんなは喜んで答えてくれました。でもある日、日本の場合はどうなの？と聞かれ、愕然としました。うまく説明できなかったからです。日本では普通にしていたことなのに、その習慣にはどういう意味があるのか、どうしてそういう習慣が生まれたのか、よく知らなかったのです。外国の習慣を知ることも大切ですが、まず自分の国のことをよく知るべきだと反省しました。スピーチのテーマは何ですか？ 1、外国の習慣を知ることの大切さ。2、自分の国のことを知る大切さ。3、外国語を勉強することの難しさ。4、日本のことわざの面白さ。問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。あれ？今なんか物音しなかった？1、音楽っていいよね。2、何も聞こえなかったけど。3、拾ったから大丈夫だよ。2番、相手が強いチームでも団結すれば勝てるよ。1、うん、負けるのは分かってるよ。2、結果はもう出てるもんね。3、そうだね、頑張ろう。3番、少々お時間をいただけませんか？1、毎度ありがとうございます。2、今3時15分ですね。3、5分ほどでしたら構いませんよ。4番、部長ってほんと融通が利かない人ですよね。1、頭が固いんですよ。2、耳が遠いんですよ。3、気前がいいんですよ。5番、お客様、お料理はお気に召しましたでしょうか？1、ええ、美味しかったです。2、ええ、それで結構です。3、ええ、召し上がりました。6番、もうここまで来たら後には引けないよ。1、じゃあ私が先に行きましょう。2、そうだね、頑張るしかないね。3、だったら押してみたら？7番、昨日の会議は案外すんなりまとまりましたよ。1、会議になったんですか？2、それは大変でしたね。3、そうですか、よかったですね。8番、この写真だけど、ちょっとボケてるんじゃない？ 1、さすがプロの作品だね。2、テープで貼れば大丈夫だよ。3、本当だ、失敗だね。9番、旅行先で大変な目にあったそうですね。1、ええ、本当に綺麗でしたよ。2、ええ、もう思い出したくもありません。3、いいえ、誰にも会いませんでしたよ。10番、上田さんを怒らせちゃったんだけど、今さら謝っても手遅れかな。1、怒らざるを得ないよね。2、これから遅れないでね。3、でも謝るだけ謝ってみれば？11番、子供の受験のことを考えると胃が痛くなるわ。1、お子さん、病気なの？2、心配しすぎるのも良くないよ。3、食べ過ぎたんじゃないの？問題5。問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番、問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。家族旅行について家族3人が話しています。今年の夏休みは少し長く取れそうなんだ。みんなでどこか行かないか？そうね。ひろしが子供の頃はよくあちこちの山に登ったりしたけど、久しぶりに行く？ひろしも来年は就職だから、まとまった休みは取れなくなるぞ。どこか行きたいところはないか？夏休みはサッカーの合宿があるからな。でもまあ、行き先次第で考えなくもないけど、海外とかは？海外は今からじゃホテルが取れないだろう。国内にしたって同じよ。とにかく早く行き先を決めて、ホテルを取らなきゃ。じゃあ、ホテル取るのも大変そうだから、田舎のおばあちゃんのとこに行く？俺、もう5年ぐらい行ってないよ。おじいちゃんのお墓参りもしたいし。へえ、ひろしからそんな言葉が聞けるとは思わなかったわ。おばあちゃん喜ぶぞ。本音を言えば、沖縄に行ってダイビングとかしたいんだけどね。まあまあ、せっかくひろしから言い出したことだし。夏休みはみんなでどうしますか？ 1、山に登る。 2、海外に行く。 3、田舎に行く。 4、沖縄に行く。2番、まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。男の人と女の人がテレビを見ながら話しています。私が学生の頃は、英語を学ぶときはまず単語をたくさん覚えたものですが、最近はどれだけ単語を知っているかより、英語で会話ができるかどうかが問題です。ですから、本や参考書を使って独学で勉強するという人は少なくなりましたね。町のあちこちに英会話スクールがありますから、会社帰りにスクールに通う人が増えたようです。それから、テレビやラジオの講座を利用する人も多いですね。そしてこれからは、好きな時間に自宅にいながら教師と会話して英会話を学ぶ。つまり、インターネットを使った学習方法が主流になっていくでしょうね。へえ、私の勉強法って少数派なんだ。鈴木さん、英語の勉強してるの？してますよ。仕事でも英語使うようになってきたし。川田さんは？うん、やらなきゃいけないと思ってるんだ。だけど僕は意志が弱いから鈴木さんのように一人では勉強できないよ。誰か一緒にやってくれる人がいないと。でも仕事忙しいんでしょ？帰る時間も遅いし、決まった時間に何かやるなんて無理ですよね。うん、でも僕にぴったりの方法があるって分かったからやってみるよ。質問1。女の人はどの方法で英語を勉強していますか？質問2。男の人はどの方法で英語を勉強しようと思っていますか？これで模擬テスト第1回聴解を終わります。